私はお父さんを亡くした痛みを小さな心に閉じ込めて生きていました。あんた誰？私のお父さんもだよ。ドンドラベッコに連れてかれちゃったの。ずっと一緒にいてくれるって言ったのに。私が想像するとそこにいろいろなものが生まれるの。お父さんだって世界一だって褒めてくれたわ。助けてください。赤ちゃんの具合が悪いのです。知らない人とはうまく話せない。私と同じ。助けなくちゃ。でもどうやって？これは私の想像力が生んだ命の物語。